指名時間限定になってしまう。この道は、この道はそうじゃないか。じゃね、これなら。あ、変速信号なんだ。あ、また寿司屋さんっていうのがあったな。そこは寿司弁、弁当なのかな。だったらちょっと帰りに寄ってく価値ありだね。この、ちっちゃっていいね。どうか、そういうことね。あーは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 ー。はいはいはい。はいはい。ということらしい。はい。で、それにどっかにエルフか、セルフがあるという噂を聞きましたが、あ、あ、パチパチしてるね。あれか。いくらだ。あ、エネオスだ。セルフ、セルフだね。これいくら ?180 か。180か。でももう致し方ない、これだ。一個しかない。かかったー、かかったねー。もう立体182、よし、まあ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 、どうもこっちの方だったら全然遠っ腹価格っぽい。あ、やっぱちょっと四日市やっぱちょっとあやかってましたね、自然と。で、さっきのお弁当とか気になるからちょっと戻って入りたいけど、これさすがに右折は無謀すぎると私もわかります。なので、こっちから入って U ターン聞く。 U ターン OK。 これあった、そういうことね。おお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 お、なるほど、なるほど、クッキング。曲がって左左で行きやんかなと思ったけど、まあ、その前にもう、シンプルに U ターン OK か、ここ。いいね、U ターン禁止出てないな。U ターン禁止が出てなくて、2車線以上、片側2車線以上だから、OK か、ここ、U ターン。よし。ならばすまないが、ちょっと U ターンさせていただくよ、U。新鮮どこかや。ああ、左折からのそれだとちょっときついね。ちょっときついね。よし。でもそっから先切れるね。意外とストンストンと切れるね。切れるね。よし、切れるんだったらその先のところから、ちょっと奥に突っ込む君からぐいっと曲げたらやっぱ言うさ。が出てきて、でさっき気になってたのはこの先のところですね。
で、あそこのちょっと寄ってみようか。お酒な。寿司弁、なんか、寿司と弁当って感じだもんな。お寿司、いいお寿司があるんだったら全然、山田さんは食べること、やぶさかではないのよ。ないよ。いいよ。だってこっちだって日本海側。今ね、ちらっと見てたら、お寿司が美味しそうな都道府県ランキングで、北海道について第2位が実は石川らしいですね。あの手のランキングもかなり、得票総数とか見て、ちゃんと正式に見てみると、学生の論文にも使えないぐらいの、集計総数だったりするんで、どうかなとは思いますけど。まあ、要はアンケートのそういうサイトのところでボーンと大体ボーンと結果が出てきたの、そのままパンパンパンって適当に理由付けしてね。理由付けはもうその人のコメントとかでね、ちゃちゃちゃっと拾ってね、コピペしてやるっていうのは、で、とにかくそれで記事の数稼がないときついんでしょうね。単価が上がらないですからね。あの手のフリーライター用の記事ってどうも。で、ここ寿司部は24時間営業なの。何かあるの？寄らせていただきます。どういうお店なんだ。寿司弁、八幡の寿司弁。一の目の八幡にいたんだけど、八幡にいたんだけど、これここは八幡らしいですね。何のお店なのかもわからない。とりあえず行ってみたいと思います。寿司弁、食べれそうだもんね。中で食べれるのか弁当なのかわからん、よくわからん。行こう。